高橋惠清は、日本の幕末の武士、官僚、政治家。立憲政友会第四代総裁。第二十代内閣総理大臣。英天は正治い大訓死爵、陽名は、和義次、近代日本を代表する、財政家として知られ、総理大臣としてよりも大倉大臣としての評価の方が高い。愛称は、だるまさん。 1854年9月19日幕府御用絵師、河村正衛門と金の子として、江戸芝注文前町に生まれた。金の父は、芝八金で代々魚屋を営んでいる三、次郎という人で、家は豊かであったが、妻と離別していたので、金は注文前町のおばのところへ預けられたこともあり、行儀見習いのために、河村警報をこうしていた。正衛門の妻は、 小江門の手が月見をもになった金に同情し、こっそり注文前町のおばの家へ返して静養させ、時々見舞って世話をしたという。これ清は、生後間もなく、仙台藩の足軽、高橋各寺の養子になる。その後、横浜のアメリカ人医師ヘボンの私塾であるへ、ボ塾にて学び、1867年に、判明により、かつ舟の息子、ソロクと海外へ留学した。 しかし、横浜に滞在していた、アメリカ人の貿易商友人バンリードによって、学費や渡航費を着服され、さらにホームステイ先である彼の両親に騙され、年期暴行の契約書にサインし、オークランドのブラウン家に売られる。牧道や武道園で奴隷として扱われるが、本人は奴隷になっているとは気づかずに、きつい勉強だと思っていた。いくつかの家を点々と渡り、 時には抵抗して、ストライキを試みるなど苦労を重ねる。この間、英語の会話と読み書き能力を習得する。1868年、帰国する。帰国後の1873年、サンフランシスコで地遇を得た森有りに勧められて、文部省に入省し、10等出資となる。英語の教師もこなし、大学予備門で教える傍ら当時の進学予備校の、 数校で教団に立ち、そのうち廃校寸前にあった教立学校の初代校長も一時務めた。教え子には廃人の正岡式やバルチック艦隊を撃滅した海軍中将、秋山正幸がいる。その間、文部省、農商務省の官僚としても活躍。1884年には農商務省の外局として設置された特許局の初代局長に就任し、 日本の特許制度を整えた。1889年、官僚としてのキャリアを中断して赴いたペルーで、銀行事業を行うが、すでに廃校のため失敗。1892年、帰国した後に、ホームレスとなるが、川田小一郎に声をかけられ、日本銀行に入行。日露戦争が発生した際には、日銀副総裁として、同行非課き役、深い英語を伴い、 戦費調達のために戦時外債の公募で同盟国のイギリスに向かった。投資家には兵力差による日本敗北予想、日本政府の支払い能力、同盟国英国が建て前として局外中立の立場で交際引き受けでの軍費提供が中立違反となる懸念があった。それに対し高橋はと反論、関税担保において英国人を派遣して、 税関管理する案に対しては、日本国は過去に外債、内国債で一度も利払いを遅延したことがないと拒絶した。交渉の結果、当時香港上海銀行のロンドン支部長だったユーエン・キャメロンらが交際発行に応じ、さらにジェイコブシフなどニューヨークの人脈も外債を引き受け、交際募集は成功し、先費調達ができた。1905年、 貴族院議員に直戦。1911年に日銀総裁に就任。6度目の大倉大臣1913年、第一次山本内閣の大倉大臣に就任。この時、立憲声優会に入党する。声優会の原隆史が組閣した際にも大倉大臣となり、原が暗殺された直後、財政政策の手腕を評価され、第二十代内閣総理大臣に就任。 同時に立憲声優会の第四大総裁となった。しかし、高橋自身思わぬ総裁就任だったため、大黒柱の腹を失い混乱する、声優会を立て直すことはできず、閣内不統一の結果内閣は半年でが返している。声優会はその後も迷走し、清浦慶吾の朝鮮内閣が出現した際には、支持不支持をめぐって大分裂、脱倒した。 常並武次郎らは、声優本党を結成し、清浦の支持に回った。一方高橋率いる、声優会は、県政会及び革新クラブと、五県三派を結成し、第二次五県運動を起こした。これに対して、清浦は、衆議院解散に打って出たが、これにより告示された第15回総選挙に、高橋は隠居して、借位を着難に襲わせた上で、原の選挙区だった。 森岡の旧岩手一区から出馬することにした。釈意を譲ったのは、有釈者には、衆議院議員としての非選挙権がなかったためもあるが、清浦内閣を、貴族院内閣、特権内閣などと攻撃する手前、その総裁が、死者のままではやはり都合が悪かったこともその背景に、ある。声優会の現総裁として、名優だった前総裁の選挙区から出馬したいと、 言うのは高橋たっての願いだったが、高橋は与党政友本党の対立候補、田子和民に予想外の苦戦を強いられた。結局高橋は49票の僅差で当選を勝ち取り、選挙は五県三派の圧勝に終わった。清浦内閣はここに総辞職を余儀なくされる。新たに総理大臣に就いた県政会総裁の加藤孔明は、高橋を農商務省に任命。 高橋と斉藤ナイフもに対米経験がある高橋と斉藤は個人的に親しい友人でもあった。画像は1936年2月20日、斉藤が増殖官邸に高橋を訪れた際に撮影されたもの。この6日後に両者は悲劇的な最後を迎える。その後、高橋は声優会総祭を田中義一に譲り、 政界を引退するが、1927年に昭和金融恐慌が発生し、画界した第一次、若月内閣に代わって組閣した田中に壊れ、自身三度目の増唱に就任した。高橋は、日銀総裁となった井上淳之介と協力し、支払い猶予措置を行うとともに、片面だけ印刷した、急増の200円札を大量に発行して、銀行の店頭に積み上げて見せて、 預金者を安心させて、金融強行を鎮静化させた。1931年、声友会総裁、犬会武氏が組閣した際も、犬会に壊れ4度目の増床に就任し、金融室再建し、日銀引受けによる政府支出の増額、自局供給事業で、世界強行により混乱する日本経済を、デフレから世界最速で脱出させた。事件で、 犬飼いが暗殺された際に総理大臣を臨時兼任している。続いて親友である斉藤実が組閣した際も留任。また1934年に、強立学校出身にあたる岡田圭介主犯の内閣にて6度目の増床に就任。当時、ケインズ政策はほぼ初期の目的を達していたが、これに伴い効率のインフレーションの発生が予見されたため、これを抑えるべく、 軍事予算の縮小を図ったところ軍部の恨みを買い、2.26、事件において赤坂の自宅2階で反乱軍の青年将校らに胸を6発撃たれ暗殺された。去年83、葬儀は陸軍の統制によって1ヶ月後に築地本願寺で営まれた。渡米時代の高橋惠紀を衆議院議員選挙に、 初当選後に撮影した家族との記念写真日付は1872年まで、旧歴江戸東京建物園に一区復元された、高橋古歴予定の母屋。この2階の寝室で暗殺された。異界勲章等外国勲章拝用隠居、古歴世の成果河村家は代々仮の葉の絵師で発生、昭右衛門守る坊の代になっては、江戸本丸の五病部係を務め、柴野老月町に屋敷を構えていた。 コレキオのジップ小衛門は、でっぷり太った、性格の明るい、非常に責任感の強い人だったらしく、職務に精霊したので、後に、未一代三人ぶに取り上げられている。明治維新後は、深川縁窓を橋側に、団子店を出した。コレキオの聖母金は、やがて、浜松町の塩物屋に嫁いで女の子を産んだが、24歳で、死んだという。の別邸で、 孫たちとくつろぐ高橋映画テレビドラマ、ありがとうございます。